英国欧州航空548便墜落事故。英国欧州航空548便墜落事故。英国欧州航空548便墜落事故は、1972年6月18日に発生した航空事故。事故の原因は、パイロットエラーと推測されているが、詳細は不明である。1972年6月18日の日曜日の、 午後の雨の中、英国欧州航空548便は、イギリスのロンドンヒースロー空港から、ベルギーのブリュセルに向かう欧州域内線として 28R 滑走路を離陸して1分40秒後、空港から約5キロメートル離れた、幹線道路 A30 付近の森林に、現地時間の午後4時11分ごろに機種を高く上げた、姿勢でほぼ垂直に墜落した。548便は、 イギリスのホーカーシドレー社製のトライベント 1CZ 旅客機、機体機号、ジールパイで運行されていた。乗客1名が救助されたが直後に死亡し、乗員乗客118人全員が死亡した。イギリス国内で死者が100名を超えた航空事故は本事故が初だった。事故機にはフライトデータレコーダーは搭載されていたが、コックピットボイスレコーダーは搭載されていなかった。 そのため操縦室内の状況は不明である。FDR の記録の解析から、上昇中に高度となった時点で、規定よりもも遅いしか速度が出ていないにもかかわらず、主翼前縁の高揚力装置、前縁フラップ、トライデントでは、ドループと故障が収納されたために失速し、さらにその後正しい回復操作を行わなかったため、ディープストールに陥って墜落したことが判明した。 そのため、パイロットエラーによる事故と推測されているが、詳細は分かっていない。中、以下の時刻はすべて公式事故報告書に基づく、グリニッジ標準時。BE548 便、コールサイン、ビリーン548の出発予定時刻は15時45分だった。15時20分、運行乗務員3名が搭乗した。15時36分分、 ディスパッチャーの J ・コールマンがキーに荷重表を渡し、その3分後に完成からエンジン始動を許可された。扉を閉める間際、コールマンはキーにデッドヘッド3名を乗せてほしいと依頼した。その3名を追加すると無燃料重量がトライデントの上限4万1730キログラムを超過する計算だったので、一部の郵便物や貨物を下ろして対応した。それでも、 結局 24kg 超過したが、エンジン始動から離陸までに相当量の燃料を消費したので、燃料を含む総重量は許容離陸重量の範囲内だった。デッドヘッド職員は、ジョン・コリンズ機長が率いていた。コリンズは以前トライデントの副操縦士として、豊富な経験を積んでおり、操縦室内の補助席に座ることとなった。その他に、乳児を母親に抱えてもらって、 もう一席を開けた。15時58分に扉が閉められ、16時にキーはプッシュバックを要請した。16時3分、548便は滑走路 28R の離陸開始位置まで誘導路で移動する許可を得た。この移動中に548便はドーバー1標準景気出発と呼ばれる出発航路の使用を許可された。この標準計器出発方式では、 まず西側の ILS ローカライザと逆方向の滑走路0エ l のを越えて離陸してから、左旋回して、エプソムの無線標識を高度以上で、方位145度に捉え、そのままドーバーに向かうこととなっていた。キーは、完成等に離陸準備よしと伝え、許可を得たが、その後技術的問題、内容不詳が生じたとして、対処のため2分間待機位置に止まった。16時8分。 キーは再度離陸を求めて許可された。二百十度方向からの横風があった。天候は荒れており、土砂降りの雨で前天曇り、運転は高度に垂れ込め、高度にもちぎれ雲が見られた。後の公式調書によれば、飛行中の最も重要な時点で、乗員は雲中にいて虫会だったという。十六時八分三十秒、五百四十八便は離陸滑走を開始し、 四十四秒後に待機速度で離陸した後、間もなく安全上昇速度のに達して、降着装置を収納した。十九秒後、高度の速度時点で、オートパイロットを開始し、飛行速度が固定されたが、本来必要な初期上昇速度は上がった。十六時九分四十四秒、離陸滑走開始から七十四秒後、高度を超えて、キーは、エプソム NDB に向けて、 旋回を開始し、許可の通りに上昇中と通信して、雲に入った。16時10分90秒後、規定の騒音低減操作を開始した。この時操縦していたのが、貴重のキーだとして、騒音低減操作に含まれるフラップ上げとエンジン出力抑制は、副操縦士のキーリーが担当した、火星がある。16時10分3秒93秒後、フラップを 離床設定の20度から収納した。その後まもなく548便は高度を超え、開発までの上昇を許可された。この旋回中に待機速度はに下がり、目標速度を下回った。16時10分24秒、114秒後、高度速度にて主翼の前円フラップ、トライデントではドループと故障を収納したが、これは本来ドループを収納できる。 安全速度をも下回っていた。その1秒後、操縦室で失速警報が視覚表示と音声で発動し、続いて16時10分26秒、116秒後にスティックシェーカーが作動、さらに16時10分27秒、117秒後には失速防止装置、スティックプッシャーよって操縦管が自動的に押されてオートパイロットが解除され、 よって機種が下がったのでスティックプッシャーも解除された。この時、オートパイロットの解除警報が大音量で明動し、以後そのまま鳴り続けたはずである。548便は左右の両翼を水平に戻したが、オートパイロットが解除されたため昇降打のトリムが機種上げ持ちで残り、このため迎え角が再び高くなりいよいよ失速寸前となった。16時10分32秒。 122秒後までにドループは完全に収納された。規則は高度はとなり、機体は依然として通常の上昇姿勢を維持していた。続く2秒のうちに再度スティックシェーカーとプッシャーが作動、飛行開始127秒後に3度ビスティックプッシャーが作動したが、その1秒後、上院の誰かがレバーを引いて、失速警報と失速防止層を解除した。 16時10分39秒、129秒後、548便の高度はに落ち、失速防止装置が機首を下げたので規則はに増速。548便は依然として予定通りの航路を目指し、右に16度バンクして旋回した。548便はまたも機首を上げて、規則をやや抑え、としたが、これはドループが転調している前提での通常の 上昇速度である。このため失速がさらに悪化した。16時10分43秒、133秒後、トライデントはディープストールに陥った。高度は終わり、機種は31度上を向き、規則は最低表示速度であるを下回った。16時10分47秒、137秒後、高度の時点でトライデントの効果率はになっていた。 16時11分、ブレーキ解除からちょうど150秒後、同期は地表に激突した。機体は付近の送電降下線を際どく越えて、A30 道路からすぐ南にある高木に囲まれた狭く細長い土地に落ちた。墜落現場はの近くにある常時六星貯水池から南に位置する。墜落時点で火災は発生しなかったが、 後の救出作業中に切断工具を使っていて火事を出した。本事故には目撃者が3名いた。近くを歩いていたポール9歳とトレボー13歳のブーク兄弟と車で通りがかって近くの民家に駆け込み空港に電話で通報した運転者である。航空管制官は同期がレーダーから消えたのに気づいていなかった。消防や 救急も15分後まで事故を知らず、状況を把握するまで1時間近くかかった。最初に、現場に駆けつけたのは発見者の兄弟から通報を受けた近所に住む元看護婦で、その次はたまたま通りがかった救急車の隊員だった。生存者は、男性客1名が客室で発見されたが、アシフォード病院に運ばれた後意識が戻らないまま、死亡した。 もう一人少女も発見されたが現場で死亡。他に生存者はなし。合わせて救急車30台と消防車25台が現場に投入された。付近の道路はひどい渋滞となり、その様子をマイケル・ヘーゼル・タイン航空宇宙省は BBC のテレビ番組上で食識ども、不幸な食識どもと表現した。が多すぎて救助活動が邪魔されたという話もあったが、 調査報告書によれば警察が矢印馬を裁いたので、その事実はなかった。なお、一部の目撃者は交通渋滞の原因は単に、警官が A30 を通行止めにしたからで、矢印馬のせいではないと述べている。BEA の機長であるエリック・プリッチャードは、遺体がすべて収容された直後に、現場に到着し、残骸について、所見を述べている。 航空事故で犠牲者が100名を超えたのは、本事故が英国史上初であり、後にスコットランドので、パンアメリカン航空103便爆破事件が起きるまで、英国史上最悪の航空事故だった。乗客は、計109名であり、国籍、地域は、英国25名、乗員9名除く、米国29名、ベルギー29名、アイルランド12名、南アフリカ4名、 カナダ3名、タイ1名、ジャマイカ2名、ラテンアメリカ1名、インド1名、普通西アフリカ1名、ナイジェリア1名、うち25から30名は女性で、他に子供が数名いた。乗客のうち12名は、コンフェデオブアイリッシュインダストリーの代表以下上級幹部であり、欧州経済共同体へのアイルランド加盟に関する。 準備会合に出席するためブリュッセルに向かう途上だった。王立ロンドン大体医療病院の医師と上級職員ら16名も犠牲となり、後に追悼ベンチはロンドンのクイーンスクエアにある病院近くに設置されている。元 CIA 職員の持ち子機に登場していた。彼は1950年代に米国政府で発生したラベンダースクエアと呼ばれる。 同性愛者追放運動で職を追われた一人であり、事故発生当時は潜在的危険分子とみなされていた。事故の直接原因は、ドループを仮想収納したことと判明し、パイロットエラーが原因として推測された。このためなぜそのような誤操作が生じたのか調査された。事故時、548便の操縦室には、機長、副操縦士、航空機関士の他に、 非番の BEA の機長の計4名がいた。調査により次のことが判明した。まず機長とその他の運行乗務員とでは大きな年齢差があり人間関係がうまくいっていなかった。そして事故の2時間前、機長は別の若い労働組合側の機長とストライキ結構に関する労使関係の題について大きな声を張り上げて口論していたこと、操縦室内に 八つ当たりの落書きを残していたので機長が抗論のことで立腹していたことが判明した。さらに、機長の検視から心臓動脈がアテローム性動脈効果を患っており、胸部大動脈で高血圧が原因と思われる血管亀裂を起こしていたことが発見された。公開審問で証拠採用された検視所見によれば、 これは死亡する2時間前から約1分前の間のどこかで起きた。つまり、機長は乗務員控え室にいた時点から離陸滑走開始後90秒を騒音低減操作を施した時点までの間のいつ発作に襲われていてもおかしくなかったことになる。しかし検診は機長が感じた苦痛の度合いやどの程度行動困難となったかまでは特定できなかった。 このため、機長の病状については、審問中やそれ以後の議論を通じても、医療専門家の間での見解の不一致が長年続いている。離陸から墜落まで操縦室内の詳細な状況が判明しないので、操作ミスがあったとしてそれが機長だったか、副操縦士だったかは不明である。機長の発作や基盤の機長の存在、または人間関係の問題などにより操縦に、 宣伝できなかった可能性もある。本事故の後、イギリスの航空機はコックピットボイスレコーダーの搭載が義務化された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。